中川さん、ここはですね、区から委託されてる、デイサービスなんです。まあ、どうでございます。麻雀に囲碁、将棋とかなり独特なデイサービスを立ち上げたのが、今日はボランティアで来ておりますけれども、こちらの方です。この方が商家ふれあいの家を作った前理事長高岡隆一さん、御年81、お若い。本当だね。でもなんで麻雀、囲碁、将棋メインの施設を作ろうと思ったのか。まあ、一般的には、まあ、女性の方が多いから、ね、まあ、風船バレーだとか、まあ、音楽だとか折り紙とか、そういうものを、ね、が中心ですよと言うけどね、それではね、私どもは男性を、ね、が集まるデイサービスにしたいと。確かに普通のデイサービスといえば、お手玉に折り紙に合唱など女性が喜ぶプログラムが中心。男性高齢者の中には、そういうのをみんなでやるのはちょっとなと施設から足が遠のく人も多かった。利用者のおじいちゃんも、どちらかというと、そういうお寺の折り紙的なね、そういうものが多いですね。それは参加するのはちょっと抵抗ですね。こういう性格ですから、まあ、合わないですね。ですよね。デイサービスは、お客さんの高齢者がその施設を気に入って、通ってもらわないと経営が成り立たない。そこで高岡さん、今までになかった男性が通いたくなる施設にしようと、商家ふれあいの家を立ち上げたのです。やっぱり麻雀が一番いいですよ、ここ来てやるんだかと、みんな楽しそう。麻雀以外にもちょっとハイテクなことにチャレンジしたいおじいちゃんには、マンツーマンのパソコン教室。たまにはパーッと飲みたいおじいちゃんには、毎月5のつく日、昼食にワインがつくなんてサービスも。あらまあ、おいしい、ごみっくり。普通の施設は女性が7割って感じらしいのですが、ここは男性が7割。まさに高齢男性のためのデイサービスなのです。なかなか人が集まらなくて経営の苦しい施設も多いというのに、見事なシニアベンチャーです。へえ、すごいですね。